家の大黒柱、お父さん。お父さんありがとうっていつも思ってるけどなかなか言えなくて、感謝しています。だから感謝の気持ちを込めて、ゆったりくつろげるチェアをプレゼントしたらどうかな。そこで今回はお父さんに送りたいくつろげるリクライニングチェアを3つ紹介します。その1、まるで雲の上のような座り心地、北欧風リビング回転チェア、ピルビ。ソフトな座り心地だけど背もたれはしっかり欲しい、そんなお父さんにおすすめです。ピルビーはフィンランド語で雲を表す言葉、まるで雲の上にいるような包み込まれる座り心地を再現しました。包み込まれる座り心地の秘密。1、しっかり支える背もたれ。背もたれの高さはたっぷり70センチ。だからゆったり、頭までしっかりと支えてくれます。2種類のクッション材&ボリューム。座面には体圧を分散してくれる低反発ウレタン。背もたれ側にはタッチの柔らかい樹脂面を内蔵しています。2種類のクッション材が体を優しくサポートしてくれます。3、多彩なリクライニング機能。背もたれの角度は7段階に角度調整ができます。ヘッドレストも14段階に調整可能、首や肩の負担も軽減してくれます。背もたれは最大140度まで倒すことができて、うたた寝してしまう心地よさです。使わないときは折りたたむこともできて邪魔になりません。4、末広がり形状の座面、肘掛け。座面は前方に向かって広く、肘掛けは上に向かって外側に広がる末広がり形状です。体を包み込みしっかりとフィットします。肘も自然に置けてフィットするサイズ感です。5、まどろみにいざなう回転機能。ピルビは回転式だから座ったままでの向き替えも楽々。座ったままでゆらゆらと揺れて思わずまどろむ快適さです。ピルビその他の快適ポイント。ポイント1、立ち座りしやすい座面高。座面高は37センチ。肘掛けを支えにして立ち上がりもしやすい設計です。ポイント2、床にも優しい傷防止フェルト。足の接地面を保護する傷防止フェルト付き、安心してお使いいただけます。ポイント3、簡単組み立て式。足4本のみ組み立てが必要ですが、付属の工具でネジを4箇所止めるだけの簡単組み立てです。所要時間約10分。ピルビはこんなシーンでリビングでリラックス、読書をしたり、ワーキングなどでもおすすめです。色は2色からお選びいただけます。その2、神の手と連動肘が気持ちいい。腰の神様がくれた駐在室、第6弾。休みの日には立ち座りを気にせずゆったりビデオ鑑賞。そんなお父さんにおすすめです。立ち座りをもっと楽にしたい方に、座椅子タイプよりも立ち座りがしやすい、座面高 30.5センチ。今まで使用していた座卓テーブルにも合います。腰神シリーズ最大の特徴は神の手クッション。神の手クッションを使用しない状態では腰と椅子との間に隙間ができ、姿勢も丸まりやすくなります。14段階に角度調整できる神の手クッションを自分で調整すると、腰と椅子との隙間を埋めて綺麗な姿勢を保ちます。だから長時間座っても腰に負担がかかりにくい、腰神駐在室のポイント。その1、連動肘タイプ&回転式。ボリュームのある肘でゆったり肘が置けます。肘をしっかりつかめて立ち座りをサポート。肘は背もたれの角度と連動して動きます。連動肘タイプはどの背の角度でも肘がしっかり置けます。回転式だから座ったままで楽々方向転換、テーブルなどの出入りも簡単に行えます。その2、多彩なリクライニング調整。
背もたれ7段階、ヘッドレスト14段階、神の手クッション14段階に角度調整できます。ヘッドレストの調整でテレビが見やすく視線を一定にサポート。腰サポートを利用してストレッチも気持ちいい。背もたれは安定して座れる最大145度の安心設計。その3、低反発ウレタンを使用。腰上クッションと座面中央部分に体圧を分散する低反発ウレタンを使用。体に一番負担がかかる座面と腰の部分を優しく受け止めます。その4、シート構造。お尻がすっぽり収まる 3D 座面。座面と頭部のボリュームもすごい。使い方はあなた次第。リビングでゆったり、映画鑑賞、ダイニングでまったり。組み立ては難しいですか？付属の工具で組み立てるだけ、簡単に行えます。色は2色からお選びいただけます。その3、ほっとくつろげる心地よい時間。北欧風くつろぎアームチェアヒュッケ。体全体を預けられ思わずうたた寝してしまう、そんな椅子をお探しのお父さんにおすすめです。ヒュッケな時間を手に入れませんか？ヒュッケはデンマーク語でほっとくつろげる心地よい時間、またはそんな時間によって自然と生まれる幸福感や充実感のこと。日本の暮らしに合うヒュッケな椅子を作りました。3つのヒュッケポイント。ゆったり幅広のアームレスト、腕を置いても余裕がある幅広設計。しっかり預けられ安定感があります。スマホなどの小物も置けます。3つのヒュッケポイント。ハイバックな背もたれシート。約70センチのハイバック仕様。頭までしっかり支えます。またヘッドレストを調整することで首を支えて楽になります。3つのヒュッケポイント。お手軽フットレスト。軽く掴んで上へ力を入れれば簡単にリクライニングさせることができます。ほっとくつろげる心地よい時間に。座面にはバネの上に2層のクッション材を貼り、耐久性と弾力のあるクッション性を追求しました。座面は硬すぎず柔らかすぎないので、テーブルでのパソコン作業や学習にもおすすめです。色は4色からお選びいただけます。さて、いかがだったでしょうか？しっかりくつろげて、しかも座面が高めだから立ち座りもしやすい。これなら喜んでもらえそう。今日は父の日に送りたい。リクライニングチェアを3つ紹介しました。よかったら高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。ザイス生活公式サイトでは5月24日から6月16日まで父の日特集やってます。あなたにぴったりの座椅子が見つかる座椅子専門サイト。豊富な品揃え、業界ナンバーワン。詳細は座椅子生活公式サイトで検索。